三軒茶屋星座館は2013年から講談社にて発行されている柴崎龍人による日本の小説シリーズ。表紙イラストはトロッチ。略称は星座館。第一巻は舞台となった三軒茶屋の書店文京堂の文芸ランキングにおいて10週連続1位。スタ屋の同ランキングにおいて5週連続第1位を記録した三軒茶屋の裏路地にある プラネタリウム兼バー、3軒、茶屋星座館を舞台にした小説。各館5話構成で毎回テーマとなる星座が設定されている。その星座にまつわるギリシャ神話の話を交えながら、プラネタリウムに来店する一風変わった客たちの悩みを、店主の大坪一馬が解決していくオムニバスストーリー。また、一馬自身の家族の謎が前編を通して少しずつ明らかになっていく。 ミステリー小説でもある。単行本は春夏秋冬と季節ごとに分かれている。各話に必ず挿入さる。ギリシャ神話はカズマの語りによるもので、すべて現代語による跳躍となっている。そのため、ゼウスやヘラ、アポロン、オリオン、ヘラクレスなどがヤンキー区長で登場し、その星座の起源となった物語を演じていく。物語の舞台となっている三軒者やは、 東京都世田谷区に実在する町である。著者である柴崎隆人が20年以上暮らしており、小説内にはランドマークであるキャロットタワーをはじめ、バッティングセンターや映画館など実在する店や場所が数多く登場する。駅裏にある三角州と呼ばれる観楽街は実際にあるものの、その中心の雑居ビル7階にある3軒、茶屋製座館自体は創作である。 あまりにビルが古いため8階フロアの床が抜け、2フロア分の天井庫があるので、ドーム型スクリーンのプラネタリウムを設置してあるという設定である。古びた雑居ビルの7階にある、プラネタリウム兼バー、3軒、茶屋星座館。オーナーの大坪一馬の夢は、雑誌の地域特集で3軒、茶屋星座館が見開き掲載されることだったが、店はいつもガラガラで観光庁が泣いている。 そんな、カズマの元にある日突然訪れたのは、10年近く御沙田のなかった双子の弟、はじめばだった。10年前とは別人に見えるほどマッチョな体型に変わっていた学者の相場は、まだ幼い美少女を連れていた。彼は、娘の月子にカズマのことまで、お父さんと呼ばせ、無理やり正座館に転がり込む。父二人、娘一人の不思議な共同生活は、こうして始まった。 プラネタリウム三軒、茶屋星座館の名物は店主のカズマによる星座解説。客に求められればその星座の由来となったギリシャ神話の物語をカズマはコミカルにヤンキー口調で語っていく。星座館にやってくる一風変わった客たちは皆リアルな悩みを抱えているが夜空が持っている壮大なストーリーと自分を重ねながら一歩前に進む勇気をもらう。 やがて星座館には仲間が集うようになり雑居ビルの店舗の中でも中心的な存在となっていく。だが同時にプラネタリウムで語られる愉快なギリシャ神話はやがてカズマと始めばそして月ッ自身の切ない過去へと繋がっていく。各館に登場し解説される星座、ギリシャ神話は以下の通りありがとうございます。